はい、皆さんこんにちは、ニーシーです。今日はですね、ミニゲーム列車クイズね、やっていきたいと思います。光レールスタート。大阪天満宮で夏にあるお祭りは天神祭り。なんか前出てきたんですよ、姫路。光レールスタートって285じゃない、300はね、500系新幹線。でも285出んだかや。お客さんが乗れない列車は、ドクターイエロー。簡単だね。そして、700系光レールスターが走っているのは、山陽新幹線。簡単だね。次も簡単でやってほしいけど。福岡県有名な。あ、喜多方ラーメンは違うね。喜多方ラーメンってどこだっけ？博多ラーメン。よかった。これは全部クリアできた。はい、ありがとうございます。次。700系新幹線、みずほさくら。桜島ある都道府県は鹿児島県。もう全く新しいもん。700系みずほさくらの乗務員がか、小倉じゃない？あ、博多なんだ。へぇ。日本一長い鉄道トンネルは青函トンネル。全然、これ青森でしょ？青森函館の東北の話になっちゃって。一度に一番多くの人を運べるのは E4KMAX。オール2階建てだから。さあ、岡山。瀬戸内海にかかる橋は瀬戸大橋。日本橋とかある。新大阪。大阪天満宮に夏にある。天神祭。これ簡単だな。一問間違いか。ああ、運転手交代駅を間違えなきゃ。桜島は都道府県、鹿児島県。博多。太宰府天満宮に祀られているのは菅原の道真。源の頼朝しかわかんない。ツバメのマークが書かれている新幹線は、N700 系。え、ツバメ？これだろ？あ、800系、新800系なの。広島。最高。N700 系。275じゃん。あ、300か。これも300か。瀬戸大橋。九州新幹線各駅停車は、ツバメじゃないの？難しいね。2問失敗か。はい。うわ、ポルトガル人が種子島に来て伝えたものは、鉄砲ですね。ザビエルでしょ？フランシスコ・ザビエル。福岡県にあるじゃん。これはまあ、何回も出てるよ。
小倉、つばめの輪が書かれている新幹線、ああ、さっき出たから。助かったな。次。一度に一番多くの人は、E4 系マックス。オール2階建て新幹線だからね。岡山駅の前に立っている銅像は、桃太郎じゃない?ね。見たことはないけど。大阪天満宮に夏にあるお祭りは天神祭。桃太郎っていう電気機関車もありますから。あ、終わったね。長かったの。ちょっと手こずった。新800系新幹線。福岡県よし、おお、また同じ問題。駅が少ないからね、すぐ終わっちゃうんや。あ、そっか、6両編成だ。久留米駅。久留米の伝統工芸品は久留米がすり。日比像。久留米が久留米だ。うん。6両編成。ええー。桜咲く弁当、ツバメ飛ぶ弁当。みずほ桜弁当、ツバメでしょ。あ、違う、桜咲く弁当なんだ。へえ。新幹線方式ではない新幹線は、九州新幹線。むずいな、しかし。むずくないか。もう10分やったでしょ。あ、7分か、それでも。福岡県の有名なラーメンは、カタラーメン。食べたことない。博多、まあ、博多行ったことない。まあ、九州自体、宮崎しか行ったことないからわかんない。久留米。九州が出しているフリーペーパー。うーわ、九州トレインじゃない。じゃあ、節分みたいだ。熊本県にあるお城は熊本城。これは簡単だね。ちょくちょく問題変わるのやめてほしい。鹿児島中央。ミニ新幹線方式じゃない新幹線。駅の数は少ないのになかなか全問正解できない。太宰府天満宮祭り、急に太宰府天満宮、菅原の道座です。久留米、九州、これ鉄分、新聞が鉄分か。わかんないよね、これ地元にいないとね。車体の赤いラインが曲がって、え?インストアイって何?インストアイじゃないの、新800件。あれか。曲がってるね。うん、確かに。中間車だけまっすぐだ。うん、鹿児島、急に簡単になった。イーストアイってなんだよ。二択しかないよね。800系新幹線かね。新800系新幹線。福岡県の車両基地は、もう、わかりました。次、グルメ。あは、フリーペーって通分でしょ。列車新聞。九州トレインもありそうだけど。
はい、熊本。被写体の赤いラインが、ま、曲がっているのは、お、間違えた、あ、間違えちゃったよ。余計なことやっちゃった。ボタン押し間違えちゃったよ。押し待ちを、種子島鉄砲。押し間違えちゃって、これがあるからね、怖い。たった4本だのにこんな、手こずってるな。はい、太宰府天満宮。急に、太宰府天満宮って、太宰ってどこだ？それすらわかんない。答えだけ覚えてる感じ。新800系の最高速度。やっぱ285出した。260なんだ。260キロ。急に新しいもので出すのやめてほしい。なあ、さっきクリアしときゃな。よかったのに。鹿児島地方。鹿児島都道府県かも。鹿児島県。冬でも気温の気温がね、高い。鹿児島県。はい、もう、一回やり直し。はい。まあ、さっきと一緒だね。在原の成平って、なんか聞いたことある。あ、鉄分。次。熊本。あ、桜咲く弁。うん、これ一回間違えたかな。桜咲く弁当を一番ないと思ったら桜咲く弁当だった。季節で鉄砲ですね。いや、やっとクリアできたよ。まあ、12分もやっちゃった。じゃあ、とりあえずね、ここで、やめたいと思います。最後ね、これをやって終わりにしたいと思います。ありがとうございました。